マイク・ハンプトンは、投手として、最多の5回シルバースラッガー賞に選出された。シルバースラッガー賞は、ナショナルリーグ・アメリカンリーグの、各リーグからその年のシーズンで、最も打撃に優れていた選手が、各ポジション1人ずつ、計9人が、各チームの監督、コーチの投票によって選出される。指名打者制を採用している、アメリカンリーグは、投手の代わりに指名打者が選ばれる。 1980年、ケンタッキー州、ルイビルのバットメーカーであるヒラリッチブラズビー社が表彰を始める。名称は、自社商品であるルイビルスラッガーから取られた。受賞者に贈られるトロフィーは高さ3フィートである。2020年は、ナショナルリーグが、指名打者制を導入したことにより、投手の選出はなかった。 投手としてのシルバースラッガー賞の受賞回数は、1999年から2003年にかけて5年連続で受賞したマイク・ハンプトンが最多である。4回受賞した選手はトム・グラビン、3回受賞した選手はディック・ローデン、ドンド・ドビンソン、カルロス・ザンブラーノである。フェルナンド・バレンズエラは1981年と1983年の2回受賞しており、 1981年はサイヤング賞と新人王も受賞している。当主のシルバーアスラッガー賞受賞者のシーズン記録では、本類打はマイク・ハンプトンの7本類打が最多である。また、ハンプトンはドン・ロビンソンと共にシーズン最多の16打点を記録している。オーレル・ハーシュ・ハイザーは1993年に打率。356、出塁率。 373のシーズン記録をマークした。長打率はマイカ・オーウィングスの683が最高である。カルロス・ザンブラーノは2006年、2008年、2009年に3回受賞した。リバー・ヘルナンデスはモントリオール・エクスポズ最終年となった2004年に受賞。ありがとうございます。